大久保の皆様こんばんは。本日最後のお伝えをしたいと思います。聖書は3つのことを語ります。第一に、神がいるよ、神はあなたを愛してるよ、そう語ります。2つ目、私たち人間は先祖アダムとイブが神を捨て神を離れた、それからずっと私たちも神を知らないまんま今日まで生きている、人生最大の損失だ。皆さん、人は死で終わるのではない、やがて神の前に立つ日が来る。本日皆さん、私たちは神から離れた状態にある、死に向かって生きている。でもその死を滅ぼし、死から私たちを救い、私たちに永遠の命を与えてくれる神がおられる。3つ目、イエス・キリストは2023年前この地上に生まれた。神が人となって来られた。目に見えない神が見える人間の姿になった。そしてこのキリストは33歳で十字架にかかり、私たちを救うために貼り付けになって死なれた。皆さん、キリストは死んだ、でも3日目によみがえった。今も生きている。キリストは死にゆく私たち、罪ある私たちを救うためにあなたに呼びかけて、もうすでに私は支払ったよ、もうすでに私は全て終わってるよ、あとは何かあなたが受け取るだけだ。神の一人子イエス・キリストの救いを受け取ってください。本日皆様にこの救いのニュース、神はその一人子をくださったことに、この世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。本日あなたにこのニュースをお届けいたします。神はあなたを愛しています。もしあなたがキリストに対して心を開き、あなたが受け入れるなら救われます。皆さんどうぞ、イエス・キリストがあなたを愛している、あなたに声をかけている、私のもとにおいで。今日あなたにこのグッドニュース、キリストを信じるだけで救われるというニュースを最後にお伝えして、皆さん、信じるだけで救われる、神が全部してくれたからです。本日皆さん全員救われて、できたら大久保のこの町ごと一緒に天国に行きましょう。そのことを皆さんに心からお勧めして、本日の街頭演説、そしてこの街頭活動、これにて終了いたします。皆さんを愛しています。ありがとうございます。